数学図形クイズ。シンプルだけどひらめきが必要な正方形の面積の両問です。では始めましょう。図の正方形 ABCD の面積を求めてください。では解説します。三角形 GFC は直角二等辺三角形なので、角 FGC イコール45度です。ここで AB と GF の延長線の交点を P とするとき、AB 平行 DC より錯角が等しいので、角 EPG イコール角 CGP イコール45度となり、三角形 EPH も直角二等辺三角形です。よって PH イコール EH イコール5センチです。ここで正方形の対角線 DB を引くと、角 BDC イコール45度であるから、 DB 平行 GP であり BP 平行 DG なので、四角形 BPGD は平行四辺形です。よって BD イコール PG イコール8センチより、正方形 ABCD の面積は対角線×対角線割る2で求められるので、 8×8 割る2イコール32平方センチメートルが正解となります。